はい、みなさんこんにちは。ひなでーす。坂です。ブログでーす。栄にワールドコスプレサミットと愛知飯サミットという2つのイベント、週末にここにデートで行きます。今日天気ということでね、今日は自転車で栄をプラプラしていきたいと思います。そうだね。ちなみに、電動自転車。折りたたみの電動自転車。ベルモっていう企業さんから送っていただきましたので、今日は一日名古屋をこの自転車でプラプラしながら栄に行きましょうね。行きましょう。これスタイリッシュだよね。赤でかっこよくない？あ、かっこいい。おお、変動。じゃあスムーズ。もうほとんど力入れてない。もうそれは羨ましいよ。しかもこれパワーが1から5段階まであって、5にすると本当にパワフルに進んでいく。こんな快適なんだね。私も今週この自転車で仕事に行って。そうだよね、毎日の通勤にレナ使ってるもんね。だってレナさ、いつもこのママチャリだよ。私のママチャリ。名古屋でママチャリを乗ってる金髪の人がいたらそれはレナだよ。そうだよ。レナさん暑いよ。もうすごい汗かいてない。汗かいてないよ。俺が電動自転車乗ってんのに俺の方が汗ベタベタになってるよ。めっちゃ暑い。今日35度以上あるよ。猛暑日だよ、猛暑日。大丈夫だよ、余裕だよ。この自転車3時間の充電で45キロ走れるんだって。私毎日5日間会社に行ったり行ったりしたけど。すごいよね、バッテリー素晴らしくない？だから1週間に1回の充電とかで、しかもそれが3時間だけって。本当にいい感じ、ね。はい、この電動自転車、ここにモニターついてて、うん、時速とか、今残りのパワーとかも表示されるから、そう、めっちゃ便利だね。あと携帯も充電できるでしょ。そう、携帯もここで充電できちゃう。だから携帯でマップここに置いて充電しながら快適な自転車ライフが過ごせる。そうだね。はい、タカ、ここに名古屋唯一の坂だよ。名古屋ってあんま坂ないから。そう、こういう自転車でいろいろ移動するのって実はすごい楽なんだよね。そう、ここマジで本当にもう坂の中心だね。そう、いやめっちゃ楽。何も力入れてないよ。すごっ。あ、ここが駐車場ですか、社長。ちなみにネガティブポイント2つあるんだけど、1個がこれ、ロックがついてない。自分で買わなきゃいけない。ああ、そっか。ここにね、たまに自分でロックがついてる自転車もあるもんね。で、もう一点がバスケットがないこと。これでもね、後付けで純正品がね、付けれるに。まあ、必要な人は多いよね。はい、で、これをオープンにして。オッケー。じゃあ。ということで、イベント会場に向かいましょう。はい、行きましょう。撮影会やってんだね。あれ、ワールドコスプレサミットは世界で最も大きいコスプレのイベントだよ。それが名古屋でやってる。すごいじゃん、名古屋ってそういう文化なのかな。もうすごいしか言えないよ。すごいね。すごいね。で、今年は日本人しかいないけど、普段は世界から人が来てる。今下の方にすごいコスプレイヤーがいたよ。この暑さの中ですごい大変だと思うよ。カメラマンの人もビシャビシャになって、そう汗びしょで撮ってるから。かっこいいね。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいじゃん。すごい。いや、みんなでもめちゃめちゃかっこいい。あつー。まあ暑いね。あっちで手羽先イベントでしょ。ここからは名古屋飯、愛知飯の紹介です。行きましょう。暑い。楽だね。この自転車は男性も女性もよく乗れる。レナさん早いんよ。レナさんめちゃめちゃ早いよ。坂さんめちゃめちゃ遅いよ。ついていけないよ。ここがちょうど栄のど真ん中ですかね。そうだよ。あの辺にサンシャイン栄っていうど真ん中が、あれ？あれだよ。あっちか。ここ違う。すごいね、手羽先サミット。手羽先の天
国だよ。やばいよねこれ。全部で20種類ある。手羽先サミット2021愛知飯。そう、愛知飯もちょっとあるけど、もう手羽先が名古屋、札幌、名古屋、四国。食べましょう食べましょう、お腹すいた。すごい、うわ、でかっ。手羽先の種類多すぎてどれにしようかね。ああ、でも今塩って言ったから塩の手羽先があったの。ああ、いいね、うまそう。手羽先じゃないや、五平餅や。何にしましょうね。もう決めれないけど、なんかさ、タレより塩って感じじゃない。一本決まったよ。骨なしの手羽先、福井県の手羽先食べよ。こっちの奥で食べよ。はい、1個目手羽先。レナさん顔がタコになってるよ、大丈夫。まあ、あんのは嫌な。なんかレナって熱くなるとゆでタコみたいになるもんね。そうだよ。すごい、うまそう。骨なしのタレ手羽先。わあ、美味しそう。うまっ。甘タレ。ここにめっちゃでかく塩書いてあるから、塩の食べよう。あ、ヤンニョンがあるよ。ヤンニョンもめちゃめちゃ美味しいよ、韓国の味付けの。辛いやつ、コチュジャンの味がするやつ。ヤンニョンと塩両方いこう。来ましたよ、ヤンニョム。これ韓国のコチュジャンの味。塩だよ。はい、いただきます。乾杯。コチュジャン、うまっ。うまっ。暑さの中、最高かもしれない。ただ私はその食べ方まだマスターしてないっていうか。ちなみに名古屋の手羽先の食べ方は、ここをちぎってこのままこう、うん、だからこれが上手、私はそれが下手。はい、これをどこで持つ、ここで持つ、下の方を持って入れて、もうここ引っ張る。あ、できてる、めっちゃうまい。これで食べると一気抜群に美味しさ上がりますよ。皆さん試してみてください。うまかったよ、手羽先。めちゃくちゃうまかったね。もう汗ビタビタで。帰ってシャワー浴びましょう。楽しかったね、自転車名古屋旅。この動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。